マイクラフト、お、できた。マインクラフトというゲームの省略です。このゲームはプレイヤーがブロックを使って自由に建築や冒険、建築や探検、冒険をすることができるサンドボックス型のゲームです。プレイヤーは自分で世界を作り上げたり、他のプレイヤーと協力して建物を作ったり、敵と戦ったりまたゲーム内で使えるアイテムやツールを使ったり、動物を飼ったりすることができます。マイクラは PC やスマートフォン、タブレットなど様々なプラットフォームで遊ぶことができます。またユーザーが作成したもっと改造データやテクスチャパック、見た目を変更するデータを使ってゲームをカスタマイズすることもできます。おー、いいね、いいね。ここまで AI がしてくれましたよ。笑える日本のジョーク、できましたね。馬の名前は田中です。じゃあ中は田んぼか。お前、お金持ちになるために何が必要だと思う？何ですか？まずはお金が必要だろうな。何者でもない私があなたとお話しできるなんて、ネットってすごいですね。これ面白いか？マインクラフトディスクレーション。マインクラフトはモジャングスタジオズが開発したサンドボックス型のビデオゲームです。プレイヤーは立方体のブロックを使って自由に様々なものを建築することができます。ゲーム内では、刀ブロックの種類のブロック。マイクラの説明。これがさっきのやつか。じゃあ次は、あれだね。マイクラの面白い企画って調べてみるか。マイクラはその自由の高さからプレイヤーたちが様々な面白い企画を立ち上げることができます。以下の、以下の例を挙げます。スカイブロック。プレイヤーは、スカイブロックね。小さな島から始め、リソースを集めて大きな島を作るチャレンジ。パズルマップ。プレイヤーはゲーム内の謎の、いや、隠されたアイテムを解決するために、マップのあちこちに仕掛けられたパズルを解く必要があります。知らないな、これ。生存ゲーム。プレイヤーたちは互いに対戦しながら制限時間内に最も多くのリソースを集め、最後に生き残ることを目指します。このなんとかのゲームは、なんとかの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 ロープレイディングゲーム。ちょっと多くないこれさ。これさ、AI、すごくない？ちょっと、舐めてたけどさ、すげえ、なにこれ、こんなにいろいろ出てきたよ。これらの企画はプレイヤーたちの想像力をくれる。なんで最後だけなんかちょっとおしゃれに言う。で、じゃあ、他になんかね、調べてほしいものとかあったらコメント欄で教えてください。他になんかあるかな？チャット GPT で。ああ、YouTube でこいつ調べるのか聞いてみる。もう調べるになっちゃって、こいつがすごすぎて。YouTube をバズらせるには。っていうかさ、こいつさ、この AI さ、打つの早くね？バズらせる。なんで変換？変換エグいな。じゃあ行きまーす。お、 YouTube をバズらせるためには以下のポイントを押さえることが大切です。ユニークで魅力的なコンテンツを作成すること。 YouTube は多くの競合が存在しているため、ユニークで魅力的なコンテンツを作成することが必要です。自分自身の得意分野を生かしたオリジナルのアイディアをや面白いチャレンジなどユーザーが共感できるコンテンツを提供することが大切です。これ読むの疲れるんだけど、これ、文字が出るのが早すぎてさ、ご自身で読んでください。でもさ、AI さ、ここまでできるんだね、最近って。びっくりしちゃった。結構あれだな、舐めてたけど AI すげえな。 AI ってなんだっけ、人工知能だっけみたいな。視聴者は継続的に新しいコンテンツを提供するためにもこの必要性があります。定期的に新しい動画をアップすることで、視聴者の継続的な関係を生むことは、これらのポイントを抑えながらユニークで魅力的なコンテンツを提供することが YouTube をバズらせるための最も重要な要素となります。こいつさ、学校の先生にでもなればいいんじゃないの。ケイさん
の早く進む方法。ほんと計算遅いからさ、はい、早くするための方法はいくつかありますが、以下にいくつかの方法を紹介します。集中力を高めること、周りの音を消したり、ルールを暗記する、あれなんだ、基本的な計算ルールを暗記することで計算速度を向上させることができます。繰り返し練習をすること、計算問題を繰り返し練習することで計算の速さが自然に速くなることがあります。練習する際には計算速度を優先しすぎず、正確さを保ちながら練習しましょう。4、頭の中で計算すること、手計算の際に紙や計算機を使わず頭の中で計算することで計算の速さを上げることができます。速度を上げることができます。繰り上がりのや借りがある場合は通常小分けにして計算すると効果的です。5、計算機やアプリを使うこと、計算機やスマートフォンアプリを使うことで計算速度を上げることができます。ただし計算機やアプリに頼りすぎないように注意しましょう。以下の方法を組み合わせながら計算のスピードを上げて速度を上げていくことができます。ただし計算の正確さを重視するし、スピードも正確するように心がけましょう。読むの早くなったな、チャット GPT とかって。みんなもさ、これほんと使ってみて、面白いよ。これなんかほんと聞いてほしいものある。まあ、ほんとにさ、これすごくない？ギャグ。こちらいくつかのギャグを紹介します。昨日、夜遅くにポケモンバトルをしていたら、隣の部屋から、静かにしてくれと取られたんだ。でも彼は明らかにライチュウに気を取られていただけだった。鳥が空を飛んでるのはなぜか知っていますか？それは地面から遠く離れているからです。なんて、私の家の周りにはたくさんのコインが散らばっている。でも私には拾い上げるタイミングがない。私はどんなに頑張っても1ドルを取ることができない貧乏人なんだ。最近スプーンをカバンに入れて持ち歩いているんだ。それで人々にあなたのスプーンはなぜカバンに入っているんですかと聞かれるから、私はこう答えます。あなたのフォークはどこにいるのですか？おもろないなぁ。私の友達はとても背が高いんだ。彼はとても驚くべき人物で、彼が通り過ぎるときにはみんなが振り返ってしまう。それは火事が巨人だからではなく、ただ遠くからでも見えるからだ。面白くないなぁ。以上、少しでも笑っていただけるな。最後なんでちょっとなんか保険みたいなのかけんの？あんまり笑わんな。他になんかさ、聞いてほしいこと本当にある？全然俺さ、思いつかないからさ、これは皆さんにお任せします。コメント欄で教えてください、ぜひ。なら、さよなら。初めてではないけどさ、なんか久しぶりだね、こういうウェブページを。じゃあこの辺で終わりにしましょう。またなんかやってほしいのあったらコメント欄でお願いします。それではさよならー。